税理士川南です。こんにちは。この動画は自営業向け、個人事業向けの方の内容になっています。ビジネスをすると必ず必要となってくる経理の基礎、税金、確定申告についての情報を、なるべくね、分かりやすく税理士が説明している動画です。これを見て経理やお金の知識の基礎を身につけたり、次のレベルアップの土台になったらいいなと思ってコツコツ配信をしています。チャンネル登録及び、コメントや感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどんどんと書き込んでくださると嬉しいです。さあ、今日の動画はですね、以前ちょっとね、会計ソフトのおすすめとか、会計ソフトを使うデメリットって言ったんですけど、じゃあ実際いざ会計ソフトに入力していこうとして引っかかる項目の一つって、いつから、いつの日付から入力するのっていう一つの疑問が浮かび上がりますよね。いつから一体入力すればいいんだろうと、どこで切ればいいんだろうという疑問が上がる方もいらっしゃると思うんです。これは、税務署に出してある、提出してある開業届という書類を見ればわかります。開業届ですね。で、ここに、オープン日が書いてあるはずなんです。自分が決めた。何月何日って。その何月何日っていう日付から入力してください。これがあなたのオープン日ですね。開業日なので、そこからお店を始めましたよっていうことで、これ以降のものを入力していきます。じゃあ、それ以前に使ったお金は何になるんですかっていうと、ここが開業日になります。だからこれ以前に仕入れたものは開業費になりますし、オープン以降に仕入れたものは、ここは科目が仕入れになるってことですね。はい。あと、この開業届なんですけど、税務署に出してしまうと、コピーや控えとか後でくれませんので、必ず2通出してもらって、1通は自分の控えとして取っとくようにしておいてください。これ大事なことです。後でね、自分のオープン日いつだったっけ、何年の何月だの何日だっけっていう時がありますので、必ずこちらの方を控えを取るようにしてください。これも申告書においても一緒です。皆さん確定申告を出す時に、あ、できたわーって言ってポイってそのまま出して、去年の確定申告の数字ってどんなんでしたかって確認したら、控えがないっていう方がたまにいらっしゃいますね。こちらも必ず控えを取っておく。同じもね、コピーを取っておくなり。しておいて、必ず控えを取るようにしてください。はい、忘れないように。入力はね、結果的に言えば、開業日から、開業届に書いてあるオープン、開業日から入力すればいいですよって話です。今日は以上になります。チャンネル登録またよろしくお願いします。はい、税理士川南でした。